北和美駅は、北海道深川市一安町にある、北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号はキー、1977年の北一安駅と、周囲約500メートル範囲、上が、ルモイ方面、国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、その北方に位置することから、北を関する。元は、石狩川の中にあった、酒、 マスの産卵場を指すアイヌ語の、イチャンに由来する。開拓当時、トンデン兵を中心とする村で異性が良かったことから、一にしてやむという意味を込め、字を当てたとされる。カズミは、イッチャンもしくは、イチャンと発音される。イの字は、以前系の、イであり、エトの見年の、ミや、己の、己とは維持である。難読駅の一つとされる、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、 線路の西側に存在する点鉄機を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。当時は互いのホームは駅舎側ホーム北側と対向側ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が下りの1番線、対向側ホームが上りの2番線となっていた。 交換設備運用廃止後は1993年3月までに線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は点鉄機きの名残で湾曲していた。深川駅管理の無人駅となっている。駅舎は校内の西側に位置し、ホーム中央部分に接している。開業当初からの建物と思われる、有人駅時代からの駅舎が残っている。駅舎は当時すでに廃駅となっていた新名線。 宇都地下ーリ工場を解体、移設したとされる。木造平屋の建物で、下見板張りの外壁は劣化で黒ずんでおり、使用されていない事務室部分などの開口部は板で閉鎖されている。駅舎横にトイレあり、かつて存在した上りホームには長さ70メートルの花壇があり、コンクールで表彰されたこともあったという。駅前には枝ぶりの大きなクヌギの木が植えられている。開業時は、 旧、ウリューグン一山村に存在したに合併により、深川市となる。深川市の郊外に位置する、水田地帯の真ん中にあり、農耕地の中に農家が点在している。北海道旅客鉄道オルモイ本線深川駅、北和美駅チップ別駅北一個駅に関する、カテゴリー、ありがとうございます。